今回はね、クラスメートを食べちゃう男の子のお話をやっていきたいと思います。僕、そのゲームの説明見て一つ思ったことがあるんだよ。あっガチなサイコパスだやっていきたいと思います。はじめから。このゲームは、流血表現を含みます。楽しみあ目がバッチリ開いちゃった。目覚めてしまったのか、カニバリズムが。ん今、女の子だったよね。なんだ、この広い空間は。これ病んじゃうよ、こんな広い空間に一人っきり。まあ、とりあえずこいつは豚だよね、多分。 私のテレビペ…クマえ、クマったなそれははい、ということでやっていきたいと思いますこれ何ノコギリ私のカッターナイフカッターナイフでかいな体よりもでかいじゃんてんてんてんえ、なんか持っていけたりするのかなよく女子はカッターナイフ持ち歩いてんじゃないの 我はうさぎの妖精待つのでごわすえー、っとねこの子セーブなんだよね妖精の力が必要でごわすかなんかさこのぬいぐるみ売ってそうじゃないあごめんちょちょまだて待って待って上書きセーブめっちゃしてた見てありそうだよねこの豚のぬいぐるみまい、あ、いらないですそうでごわすか寝たりはできるのかな私のベッド寝るえ寝れるんだけどみんなどうする一回こっち見ていいこれもうシナモンじゃんめっちゃシナモンっぽくない 僕の服僕っていうことは男の子なのかな高校生って書いてあるあーなるほど男か女かは不明とまあじゃあとりあえず寝てみましょうかああれゲームが落ちましたどういうことだ寝るは永遠の眠りにつくのかもうこのゲームからもいなくなってしまうとじゃあ次行きますんだ誰かいるここはどこ私これ私の部屋って意味だよね多分じゃあこれ誰の部屋なんだお前は誰だあやっと起きた あれこれタイトル画面にいた男の子だよねこの子がカニバリズムにするんじゃないの全全出てこないから死んじゃったかと思った <laughs> まあ100歩譲ってさそれが冗談だったらまだわかるけどこの子食べるんでしょ人ガチで人死んじゃったって思ってそうで怖いんだけどこの笑顔がてんてんてんねえ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 あっち行くんでしょ僕も一緒に行っていい えー、これ究極の選択肢だなサイコパスを仲間に入れるかどうかまあとりあえずいいようでやってみていいわーいえな何だあびっくりした食べられちゃったかと思ったじゃあ一緒に行くために一体化するねって言ってパクって食べられて一緒に行くのかと思ったえー、めっちゃ部屋があるお父さんお母さんひひまわり白かな ああお兄ちゃん、あ,あそうだよね。お兄ちゃんだよ。誰の部屋ちょっと待って。怖い怖い。妹かなちょ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 。まあ、出れなくなっちゃった。あ,あびっくりした。閉じ込められたかと思った。ゆう。本名。いきなりゆうか。えー、っと、じゃあ、とりあえず、ああお父さん闇抱えてるわ。ダメだわ、これ。話しかけない方がいい。お母、お母さんの方が闇抱えてた。お兄、お兄ちゃんもちょっと怖い。ゆうちゃんから行こっか。あ,あ、ちょっと可愛い部屋だね。これセーブしていいのはい。えー、っと、じゃあ、4番目にセーブしますと。またいつでもどうぞでごわす。お前は可愛いな。 これは豚か私とお揃いのテディベアやっぱ兄弟なのかなえー、っと積み木はいはいはい家族も食べるっぽいんだよねクレヨンおっとこれは匂わせじゃないかクレヨンしんちゃんのクレヨンてんてんてん私のに顔絵てん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 裏に何か書いてあるごめんねお姉ちゃんお姉ちゃん何しちゃったんだろう 僕の予想は、このゆうちゃんが冷蔵庫に入っていたプリンを勝手に食べちゃって、で、お姉ちゃんは切れて閉じ込め、閉じこもったんじゃないずっと大好きだよ。てんでんでん。え何終わり永遠の終わりみたいなささやきをするじゃん。遺言てんでんでん。私の似顔絵。裏に何か書いてある。何が書いてあるんだろう。これは似顔絵っていうのないけどな、クレヨン。一回出てみよっか。えー、闇抱えてる方。じゃあ、闇抱えてなさそうな方からいくか。なんだこれ。は 歯じゃない <laughs> 人間の歯でしょあの口の中にあるティッシュこれはお兄ちゃんのベッド <laughs> じゃあティッシュでかくないかベッドと同じサイズじゃんてんてんてん、まあ、お兄ちゃんのベッドにいたっては何も言うことがないとゴミ箱中には丸められたティッシュが何個か入っているまあゴミ箱に捨てるだろうねいくらこのお兄ちゃんが歯だからと言ってゴミ箱にはゴミ捨てるでしょう 今日の夜またここに来いよもちろん母さんと父さんには言うなよえー、待ってなんかこの主人公の女の子さ血出してない違うのかなねえこいつ食べてあげようかおっとなんだこいついきなり登場して怖いこと言ってんだけど食べるか了解それじゃあいただきます美味しいのかないなくなっちゃったあーじゃあ平和が訪なんかあるなんだこれくしゃくしゃに丸められた大学の不合格通知 夜来れなくなっちゃった。これ、ルート分岐、エンド分岐したのかなこっち行ってみる。うーん。これ、アトンしよっか。ちょっとなんか見たくないね。この赤色の壁紙は。お父さんの方がまだ緑色でいいや。ビリビリに破かれた写真。家族みんなが写っている。なんか浮気でもしちゃったんじゃないのね、パパ。ねえ、あの女の人って誰ねえ、お母さんに言わないからさ、ちょっと私買ってほしいものがあるんだけど、いいかな、お父さんね。パパ、パパ。こっちはビリビリに破かれた写真。 写っているえなんとにそうっぽくて怖いんだけどゴミ箱中には他の破かれた写真が入っている写真かなんか思い出をけキャバクラの名刺うんーちょっと雰囲気悪くなってきたねあんま入らない方がいいんじゃないあさらない方がいいんじゃないかこれはお父さんが出張の時にいつも使うキャリーバッグあーなるほどキャリーバッグにキャバクラの名刺をつれ詰めて歩いていると。 これ、とんでもなくお父さん告白人の可能性あるぞ。もしもしああ、大丈夫だよ。来月までにはちゃんと離婚するから。ああ、娘の前でそれ言っちゃう。娘、後ろいるよ。子供いや、僕、子供なんていないよ。私は誰の子だったんだ木の下から生まれてきたのか。ねえ、こいつ食べては食べよう。了解。それじゃあ、いただきますちょっと待って。なんでそんな笑顔なんだなんか持ってる何も持ってなさそうだね。よかったよかった。 食べるのホークで食べるの特に何もないねゴミ箱入ってるか見ようかゴミ箱うん写真が入ってるだけかまあこれは離婚するだろうな放っておこうえー、行きたくないなこれああ分かったお父さんの不倫が原因でって感じお酒中身は空っぽなんか逆パターンだねなんかさお酒飲むお酒飲んで「ああ酒買ってこいよ!」とか言うのって男のイメージあるけどさ 普通に女女っていうかお母さんの方が飲んでるなえ、ね、カップラーメン <laughs> マジで男っぽいな中身はスープだけよく見る僕がよく見るドラマとは違うねまあそんなドラマ見たことないけど包丁包丁包丁でお薬を割った クラッシャーしたってことねえママママお父さんが知らない女の人と会ってたよ。ねえねえねえなんかさ口止め料でチョコビーもらったんだけどそれもお母さんに全部報告しとくね。お母さんあんたなんか産まなきゃよかったやばこれ僕が口軽いの怒られてる私の前から消えて ひどいこと言うな。まあ、確かにペラペラ喋っちゃったけどさ、私が悪いわけではないでしょう。てんてんてん。ねえ、こいつ食べてあげよっか、食べよっか。了解。それじゃあ、いただきます。いなくなっちゃった。平和が訪れたわ。包丁。これ、手に入ったりはできないんだね。あの、思うんだけどさ、あ、これ影か。四本足、あのさ、ルンバみたいにウィーンって移動してるのかと思った。足元が。ねえ、ゆうちゃん、みんないなくなっちゃったよ。私の似顔絵。 裏に何か書いてあるごめんねお姉ちゃんあこれが裏に書いてあったんだうんちょっとよくわかんないなこの子はよくわかんないから一回もうん待って奥とか行けるんじゃないおおループループしてるぞこれなんか別の人かなクラスクラスってクラスルームのクラス先生ティーチャー友達フレンドえー、何来るかなと白でしょ SNS <laughs> ソーシャルネットなんちゃらだよね シュ,シュミュレーションみたいなえなんかおにぎりみたいなやつがいる真ん中梅みたいなぷっその髪型やっぱマジで可愛いね私たち美容師の才能あるかもキャハハハいじめかこれは何にらんでんだよあーそういうことかここの一部分だけさ上にちょんって上がってるじゃん絆創膏こう貼ってあるっぽいやつ何て言うんだろうまあ、そこ前髪の部分だね切られちゃったってことねえ こいつ、食べてあげよっか。食べましょう了解それじゃあ、いただきます。おにぎり食べるならまあ普通だよね。いなくなっちゃった。やっぱいじめっぽいね。机。机。全部机っぽいね、これは。教託。これは私の机。なんか、なんかろうそくみたいな添えられてないこれ何掃除ロッカー。なるほど。これが教室で、まあいじめがあったと。 一つ一つ見ていきましょうか。ちょっとこの帰れなくなるの怖いんだけど、これ誰の部屋だっけ友達だっけ先生先生は別のクラスの先生なのかこれ。ねえ先生、先生 <laughs> 先生先生頭ぺっちゃんこじゃんとしたの、隣のクラスの美容師にやられちゃったの。いじめそんなのあるわけないに決まっているだろう。お前な、そんなくだらないこと言ってる暇があったら、少しは勉強したらどうだねえ こいつ食べてあげようか。これで恨みを晴らしてるのか待ってこれさ、どっちも同じ主人公なのかな了解。顔一緒だよね。絆創膏貼ってる位置とか。それじゃあ、いただきます。食べちゃった。バイバーイ。これは掃除ロッカー。みんな掃除が大好きだな。机。なんでこっちの先生はこっちのお部屋にいたんだろうね。これがフレンドリー友達。友達っていうことは、さっきのクラスのやつとは違って、いじめはしてないと見受けられる。こんにちは。もう うちのクラスないででっって言ったでしょ <laughs> おかしいな友達じゃないのかもしれないは別にあんたのことを友達とか思ったことなんてないんですけどごめん友達じゃなかったら食おうこいつは食おうねえこいつ食べてあげよっか食べましょう了解それじゃあいただきますうん闇の味がする美味しいわこいつはこれがラストか SNS ラインとかツイッターそれとも、YouTube とかだったりするのかな ?YouTube も一応 SNS らしいよ。え、なにこいつトイレの便器みたいなやつがいるんだけど。これなにアピオツカッコアラ。そういうのはマジうざいわ、カッコアラ。あんまこういうリプ見たことないけどね。5、点点点。スレッドだ !2 チャンネルみたいな感じね。4、それな、本当に辛い人の気持ちを考えたことないのかな 2個めちゃくちゃ煽ってくる顔持ちじゃん。ねえ、こいつら食べてあげようか。複数形で食べるの。この便器みたいなやつを了解。それじゃあ、いただきます、僕の。ああ、裏垢の味がする。あ、あれあ主人公の顔変わってない一緒か。こんな四角形だったっけうわー、最後なんだこれ天国部屋かもうこっちないよね、多分、右の。あるあるめちゃくちゃあるんだけど部屋が。私。ん戻ってきたのかい回入ってみようか。 あれ私がいる。あ、おかしいな。私が複数にいるんですかこっち一回戻ってみていい私の部屋の私には私はいるのかこっち。これは、あひらがなだちょっと違うこっちには私がいないでごわす。つまりこっちの私は漢字の方の私。一回豚にセーブ仕掛けようか。はい、松野ちゃん。あ、セーブ4ついや、待てよ。8にしとこう。 驚か16六歳ってことだねレベル16これはかタナイフ使ってないなんかトマトの色ついてんだけどこれはテディベアクマベッドベッドもなんか色おかしいんだけどあ可かわいい見て二人双子ちゃんですこんにちはえなんかなんなんか泣いた後みたいだね大丈夫大丈夫だよもう一回大丈夫大丈夫大丈夫だよあやばい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 ,やばい助けて助けて <laughs> 大丈夫えてんてんてん大丈夫無理してるんじゃないなんか女の子がさ大丈夫って言っても実は内面大丈夫じゃないからもうちょっと心配してあげてみたいな大丈夫って聞くんじゃなくて寄り添ってあげてみたいな言うよね平気だよう真っ黒になってきてるよ闇を全て取り込んでるよ大丈夫うんどうしたの焦げ始めてるよ大丈夫真っ黒になっちゃったみんなの SNS のアイコン見た てんてんてん。大丈夫びっくりした。何泣いてんのびっくりさせないでよ。もうもう無理まりかしたてんてんてん。ねえこいつ食べてあげようか。え食べるか。了解それじゃあいただきますよくわかんないけど食べちゃったな。なんか自分の見たくないものはすべて食べちゃうみたいな習性があるのかなこれはてんてんてん。 かすれて読めない目も見えなくなっちゃったかこれでラストかエンド分岐はもう多分してるんだよねセーバーあったし入ってみるよ怖いかなあん誰四角形がいるこれ私私じゃないね多分男の子だあのあ僕がいる食べるの私あなたのことを嫌い <laughs> 失恋しちゃった告白する前に失恋なんてそんな悲しいことないめっちゃびっくりしてる 顔がめちゃくちゃびっくりしてるじゃあ食べていいよ一択もう食べる以外ないんだけど食べるかもぐもぐごっく、うん、なんだなんだなんだ。え目が動いてるすごいどうやって食べるのパカなんで私こうなんだろうああ。エンド自己犠牲えどういうこともう一個のエンド見に行くか とりあえずね、セーブ8の、この子を食べずに、食べずにね。他の子は食べたんだけど、この子を食べずに、こっち行ってみたらどうなるかな。あ,あ、僕がいる。私、あなたのこと嫌い。<laughs> 食べる以外なーい。じゃあ全員食べずに来ればいいってことなのかな。目が動いてる。自己犠牲ってことは、やっぱ我慢してきたってことなのか。ぐじゃー。よし、行きましょうか。トゥーと、うわー、びっくりした <laughs> お前、いるな、いるって言えよ。あ、話しかけないルートってあるのかな。 これ、食べるができないんじゃない一回入ってみていくーらこんな暗かったっけこの部屋。こんにちは。いじめそんなのあるわけないに決まってるだろうてんてて。ねえ。こいつ食べてあげよっか。<laughs> ちょっと待って。お前ついて来させてないよね。おかしいよね。あいつに話しかけてないんだけど、まだ一番左にいたやつ。で、こっち行ってみて、一緒に行こうみたいな話してないんだけどな。あれ私だ。おかしいな。これ、かすれて読めない。私なんだ、これ。 なるほど。誰も食べてなかった私なんだ。え、じゃあ、隣にいる部屋は僕、僕っていうか、男の子バージョンなのか、こっちは。女の子だ。どちらも女の子。それは等しくあった。こんにちは。てんでん、ね、で。私がいる。バカで、嘘つきで、汚くて、臆病で、間抜けで、泣き虫で、どこまでも救いようがなくて、生きてる価値もない私。めちゃくちゃひどいこと言うじゃん。それはそうだと思うよ。ねえ、大丈夫 で,んで,んでん食べてあげようか食べる一択なんだね自分自身を食べるのは自己犠牲にならないの他の子たち食べなかったよね他の子を食べることによって復讐かなって思ったんだけど食べよっか分かったじゃあ食べるねもぐもぐおあああ落としたバイバイ私ははっどういうこと <laughs> よくわかんないあ待って続きがある食べるあーなるほどありがとうございます これ多分続きあるよね。プレイしていただきありがとうございました。おまけきたー行きましょうか。おまけ部屋行きますか。はい。私だ。待って、これ出てれたりは、あー、なるほど。この子が全部説明してくれるのか。ね何があったの大丈夫私ですめっちゃ陽気じゃん。ポジティブとネガティブみたいになってるよ。えー、私について聞きたいですかはい、聞きます。リボンもうちょっとちゃんと結んだ方がいいと思うよ。なんかとんでもないところからリボンの赤いの出てきてるよ。 私は明るい女の子でした。私のお父さんは昔から若い女の子が好きでしょっちゅう不倫をしていましたゴミクズじゃん。しかしある日お父さんの不倫に気づいたお母さんは怒りそれから私に暴力を振るうようになりました大丈夫 多分お母さんには私とお父さんの浮気相手が重なって見えたんだと思いますそんな似てるのかなそれとももうなんか幻覚みたいな感じなんかさよくわかんない疲れきってよくわかんなくなったら目の前にいる友達がその幻想相手見えちゃうみたいな漫画とかアニメでよくあるやつそして兄は大学受験に失敗しそれから毎日私に最低なことをしましたそんな私の唯一の心の支えは y o でした ゆうちゃんは多分保育園の女の子とかかなその日の放課後もまた幼稚園へ向かいました合ってるね私の顔を見て喜んで幼稚園から飛び出してきたユウは居眠り運転をしていた車のせいで私の目の前で死にましたはどういうことえユゆうちゃんえあじゃああれ生きてないってことあだからごめんねなんだじゃああ、ね、の幻想のゆうちゃんってこと そうして私の心は急速に病んでいきました学校ではいきなり病んでいった私を不気味に思ったのかクラスメートによるいじめが始まりました先生に相談をしてもただただ目を背けられましたまあ先生ってこういう問題あんまりなんて言うんだろう向き合いたくないっていうかさ評価がやっぱ下がっちゃうみたいだね担任の先生がさその受け負ってるクラスいじめとかあったらさ先生としてちゃんとやってんのとかなるじゃんまあでも それを度返ししてもいじめはよくないからちゃんとアンケートは取るみたいだけど友達だと思っていた子にも裏切られてしまいました SNS へ相談をしても信じてすらもらえませんでしたまあ確かにな SNS って嘘つく文化あるもんねもう私はどうすればいいのか分かりませんでしたそして私は次第に自分にもっと力があれば自分がもっと強ければ自分が女じゃなければ と思うようよになりましたあれこれこさ前作似合うっていうゲームをさせていただいたんだけどそれとちょっと似てるね自分が女じゃなければと思うようになりましたそして私は僕になることを決意しましたやっぱこの子だったんだでこいつがいろいろ食べちゃうとえー、そんな過去があったの私ですえー、これまあ私だけどどっちも私だけどタイトル画面の男の子も私なのか出る。 最後に至る点も多かったとは思いますが少しでも楽しんでいただけたなら幸いですここまでプレイしていただき本当にありがとうございましたえー、なんか腑に落ちない全部我慢したってことをはいということで「食べる?」でした前作の「似合う?」っていうのも面白かったのでよければ見てみてくださいそっちのゲームはね主人公の子がジャージを着て学校に行くんだよ で普通に考えたらさあ忘れちゃったのかな制服忘れちゃったのかなって思うんだけど実はわざとジャージを着てるんだよねでそのせいでいじめにあったりとか親があーだこうだ言ってきたりとかでそのジャージを着る理由が深いっていうゲームです、えー、よければ見てみてください概要欄に載せておきますはいということで皆さんも心配してもらいたいときは LINE のアイコンを真っ黒にしましょうそれではまた会いましょうバイバイ